今月28日に投票が行われる自民党の総裁選挙に谷垣元財務大臣が出馬する意向を今日午後正式に表明しました。今回の自民党の総裁選に立候補する決意をいたしました。今回の総裁選は自民党結党以来の大敗北を受けて、誰かが捨て石にならなければならない。谷垣元財務大臣はこのように自らを捨て石と呼び、党の再生にかける意気込みを強調しました。また再生を図るためには取り組まねばならない問題が山積していると前置きし、国民のために何をする政党なのかを明確にする必要があると語りました。自民党総裁選挙に立候補の意思を明確にしたのは谷垣氏が初めてです。